どうもゴピーです。というわけで今回はレンを使っていきたいと思います。というわけで原画師シリーズが復刻いたしますよ、ついに。というわけでね、まあ、既存キャラが当然強化入っておりますので、今回その中でもこの人ですね、このレンを使ってみたいと思います。この人は25ターンの変身キャラで、変身後こんな感じになっておりまして、多色ですね。でこの人のやっぱ強みといえばね、このスキルですよ。まあ8ターンで2ターンダメージ半減に6解除6属性変化と、でスキチャがあるんで実質4ターンで貯められると。で今回ですね、全員の攻撃 1.5 倍というものが追加されました。まあこれ結構強いんじゃないかな、普通に。似たようなスキルで言うとさ、ジョジョコラボのあいつ、広瀬と同じような感じだけどね、こっちはさ、半減もあるからね、ダメージ半減。これかなりね、スキル優秀だと思います。で、リーダースキルがですね、まあなんかアトリみたいな感じですけども、4色消した時の軽減率が 70% 軽減から激減になりました。これ結構でかくない？あと攻撃倍率もちょっとだけ上がったのかな、多分。うん、ちょっと詳しい倍率を覚えてませんけど、激減なんてね、かなり強いと思います。ただアトリと違ってこの人ね、変身するときにリダチェンするわけじゃないんで、まあ、こいつをねリーダー運用する場合はね、ちょっとリダチェンスキルが必要になるかなというわけなんですが、今回ねこの人リーダーで僕使えますんで、これですよ。まあこの編成でねやってみようかなと思います。はい、まあ、激減になったからね、それでいて今回2体入れてるんでループですよ、半減ループ。もう激減激減で実質全パラ16倍に半減が乗っかって、もう32倍、もう耐久力ではねもう負ける気がしませんわ。まああとはちょっとね、火力に関してはちょっと僕のパズル次第ということでね、ちょっと今回パズル頑張っていきましょう。さあ行くダンジョンは裏ゼロ次元でございます。さあ行きましょう。さあちょっとね使いこなせるかどうか。なんか俺さ、なんだっけな、俺こいつをさ過去にリーダーで使ってゼロ次元行ったような記憶がね、なんかあるようなないような気がするんですけどもね、ちょっと果たして、てかその時はね、なんか普通にボロ負けした記憶がある。さあちょっと今回はまあそのリベンジも兼ねているということで頑張っていきましょう。さあこれね、オレドラ使うとヘイストプラスバインド回復ですね。そしてリダチェンができます。でレンも変身できると。でちなみにねこいつの変身時のスキルはダメージ無効なんでね、まあ、一旦ここは適当に6色決めていきましょうか。さあアトリパズルですよね。まあ、アトリパズルとか俺マジで本当にもう半年ぶりぐらい、だからねちょっと多分パズルできないかもな。いや半年ぶりどころじゃねえ、もっと久しぶりだわ。そもそもね僕はちょっとアトリ使ったことないんで、ちょっとねパズルが組めるかどうかもう不安しかありませんけどもね、まあ頑張っていきましょうや。まあこいつはさ4つ消しいっぱい組まないといけないんだけど、やっぱそもそもさ4色で激減貼れるっていうのが強いよね、やっぱり。そこはアトリと違ってね、やっぱり軽減の条件が簡単ですからこっちは。さあというわけで、そうですね、ちょっとそろそろ攻めないと右の肩が動いてしまうんでね、早く行かないといけませんね。じゃあちょっとパズルやろっか。できるかな。ちょっとしかもそもそもさ俺配置をね覚えてないんだ。確か上でこうやって組んだら一旦ここでこれ組むじゃん、で下でまた組んで、でなんかこうじゃなかったっけ、ちょっと形になってない、こうだよね、こんな感じだよね、アトリパズルよっ。あこうか、オッケーオッケー、わかった、そういうことね、オッケーオッケー。さあ2万9000倍でございます。まあ、2万9000倍も出せばね、まあさすがにこの辺は余裕でしょう。オッケー。は？さあ、全くもってね、ちょっと意味のわからない出来事が起きましたが、まあいいでしょう。気を取り直してね、やっていこうかな。なんでさ、人が気持ちよくパズル組んでんのにさ、そうやって邪魔してくんのかね。マジでわけわかんないね、本当に。さあ、ちょっとね、言って。でもやっぱりねまだ操作時間短いんで、てか逆にさ今の操作時間でよく組めたね今の。だってまだこの段階だとこのパーティーの操作時間16秒だよ。16秒でよく組めたね今俺。ちょっとやっぱりこの1年でなパズルが結構成長してきてんのかもしんないね。さあ結構ねこの辺痛いんですけど、こっからねレンのスキルがループするというわけで使っていきましょう。さあこれでね全員エンハンスですよ。まあちょっとねラフィーネのサブ2倍エンハと被ってしまうのは若干残念ではありますけどね、まあ、ただリーダーも含めて火力が出せるというわけで、いやこれめっちゃ強いでしょ普通に。まあちょっと今回はねもうあえてリーダーで使ってますけどね、サブ運用もうワンチャンまああるんじゃないかな、どうだろう。
まあちょっとね、ループさせて使おうと思ったらさ、やっぱスキル2枚、2枠使うからね、なかなかその辺は重たいんですけど、いやでもこれはね、全然、普通に強いと思うよ、俺は。俺は普通に強いと思います。さあ、溜まりました。ちょっとあいつが10コンボ吸収か。ちょっとね、この人ね、言うて、加算ないからね。加算ないからちょっとコンボス怖いよ。さあ、大丈夫なんでしょうかね。さあ、ただラフィーネが溜まったんで、まあ、パズル慎重にやれば多分大丈夫と思います。だからもう一個組んで、で、こっから横に組むと。横に組んで、わあでもちょっとルーレットの位置やばいな、これ。これ、どう組めばいい？どう組めばいい？これ。とりあえず闇だな。あ、でもなんかいけそう。いや、これ最大組めるな。オッケー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 。いや、完璧じゃないですか、これ。いや、10、待って、半減で耐えろ、200万耐えるんだぞ。前の方がもっと強いわ。ほんまさ、このゲームさ、さっきからひどくない？なんかさ、人がそうやって完璧なパズル組んだ時に限ってさ、落ち込んとか味方しないしね。やっぱシステムがね、介入してくんだよ。やっぱもうプレイヤーに不利なものはね、とことん受け入れるっていうな。もうわけのわかんないや、ほんまに。ちょっと吸収無効な。吸収無効、ちょっとオデドラにつけたやつ、あと3ターンですね。ちょっとこれ貯めましょう。オッケー、じゃあ溜まりましたんで使いますか。さあこれでいくと、ちょっとルーレットの位置やばいな、これ。これ難しいぞ。どう組もうか、そういう時は。ちょっとね、ルーレットがさ、左側にある時のパズルのやり方が俺わかんないんだ。まあ、とりあえずこっち側から組むよね。で、ここで縦、ちょっと待ってよ。ここで縦行きたいね。キドロップ縦行って、さあ光組むじゃん、ここで。まあこれはあんまし無茶しなくていいかな。あ、やべ。あ、違う、やめて。焦るな、オッケー。よっしゃ、29000倍、29000倍。29000倍耐えてくると、化け物がいいんだけど、マジかよ。まあ、29000倍耐えられたらもう何も言えねえよ、俺。ちょっとね、あれ、さっきどう組んだんだっけ？ちょっと待って、忘れちゃった。ただ縦、横で組んで、ここ縦な。ここ縦組んで、もう一回だけ縦組んで、で、下で横。下で横なんだけど、ちょっと色が被ってるから、この辺はどうしようかなっていうところなんですけど、まあちょっとここは無茶せずに、あ、待って、なんかずれてる。まあ無茶せずにこんな感じでいいんじゃないですか。これでも多分1万倍ぐらい、1万3000倍ぐらい出るんでね。まあこれでいいでしょう。いや、そうだよね。最大倍率なんか出さなくたっていいんだから、別に。まあ、最大倍率出してやると、パイモンがね、多分カンストすると思うんだけど、まあ、いいよ、別に。もう最悪そこなんか。どうでもいい。さあ、ちょっとやっぱ、レンの使い忘れ怖いね。ちょっと、レンの使い忘れだけないように、ちょっとほんま注意してやります。だからもう、組み方は、もうとにかくこれよ。横、縦、横。こっから縦か。縦で、あ、待ってよ、違う。ん？あ、そうか、ここをドロップを余らせて、これ。あ、なんか悔しい。これね、これ悔しいわ。これ悔しいやつ。まあ、最大こそ出せないけど、これで攻めるっていう。まあ、5900倍でね、大体の敵は倒せますから。オッケー。でもさ、ちょっとアトリと違ってね、やっぱりこのパーティーさ、ツーウェイ持ちがいないから、やっぱそういうの結構でかいよね。ちょっと、だからさ、敵が複数出るタイプの階層とかだとなかなかきついよねっていう話ですよね。そう、アトリはさ、ツーウェイ持ってるから強いんだよ、あいつは。やっぱそこだな。やっぱそこが、まあ、サイリアのね、キャラとそうじゃないもののな、やっぱ差ですよ。ただどうだろう、使いやすさっていう観点に言ったら、俺こっちの方がね、使いやすいと思うんだよね。もちろん、やっぱりリラチはしないといけないっていう、結構、めんどくさい手間こそあるけど、ね、4色で軽減貼れるし、で、多分倍率もアトリより高いんじゃないかな、こっちの方が。そんなことないかね。
っと分からんけど、だからそう、いやしかも、いやこのさ、アシスト向こうからのこのファガンの攻撃をさ、こんだけ余裕持って耐えてんだぜ、このパーティー。やばくない普通に。いや、これがマジで強いんだよ。まあ、とりあえずね、ちょっとここはその耐久力、持ち前の耐久力生かして、ちょっとここはアシスト向こう切れるまで、耐久しましょう。さあ、耐久がね、このターンで終了します。いや、もう余裕すぎる、この辺。マジで。ちょっとさっきね、ちょろっとね、死ぬ間際にいたと思うんだけど、このパーティーね、200万ぐらい耐えれるんでね。もうこのダンジョンの、やっぱり、発狂以外はもう全部耐えれるんでね。いや、マジで強えよ、このパーティー。さあ、ただ、このめんどくさいパズルずっとやんないといけないっていうのは、なかなかしんどいよね。まあ、しんどいけどね、やっぱ結構そういうパズル、アトリパズル結構楽しいから、普通に。まあ、俺は全然、まあ、嫌ではありませんけど。ちょっと待ってよ。あ、なんか、むずいな。むずいな。あー、ちょっと闇残したかったのに、やべ。まあ、ここは無茶しない。あー、なんか、無茶どころじゃなくて、全然組めてませんでした。まあ、でも多分2000倍でも、まあ、ですよね。オッケーオッケーオッケー。もうそれでいいんだよ、それで。もうそれでいいわけ。さあ3コンボ現象、いやちょっとね、コンボ現象結構弱いよこのパーティー。まあでも10シー持ちって言うてパイモンとかオデドラぐらいだから、まあ別にね、この辺ガードブレイク持ってないし、別に火力出なかったところでそんな大した影響ないんですけど、ただ総火力的にはどうなんですかね。まあここはひとまずやっぱソニア倒そうか。ちょっとリンがねワンチャン残るかもしんないけど、まあそんなことは気にもせず、とりあえず倒そう。もうちょっとね、この小判ザメゾーンのところでさ、俺結構やらかすからさ、ターゲットな、やり忘れて。これマジでさ、忘れるんだって、本当に。本当に忘れちゃう。光組みたいよ。闇組みたいよ。まあ、こんなもんでいっか。まあ、これでまずソニア倒してもらったらいいと思う。いやーなんか耐えてくると思った。まあ、ただ、そこでね、ゲージョ来るけど、それもね、もうこれで返せますから。いや、強え、マジで。いいね、この攻撃。エンハ。めっちゃいいじゃん、これ。あ、ここ結構組みやすい。これ結構組みやすいぞ。さあ、ここ決めようぜ。ここ回復で。最後。よし。はい、100点。100点です。さあ、2万9000倍。まあ、お前ごときに2万9000倍もったいないけどな。やっぱパズル練習だと思ってね。ちょっとここは、やっていきましょうよ。もう毎回毎回な。さあ、そして、貴様が来ると。いや、ちょっとそのタイミングでレンのスキル使えないの結構痛いけど。まあでも、まあでもなんだかんだいけんじゃないかな、普通に。もうここもさ、もうこれですよ。もうただこれやっときゃいいっていう。しかもなんか結構盤面いいっていうな。お前ね、雨。お前1万枚ね、出させる盤面なんか作っちゃったら、お前そんなんもうダメでしょ。それはね、もうお前の負けよ。はい、さよなら。いやーもう余裕すぎる、この辺。さあ、8階は、まあ、誰でもかかってきなさい。さあ、ラフィネがちょうどここで使えるんで、もうここもね、そう、ここもさ、やっぱり、レンの半減なかったらさ、さっきオロチ、回復なし陣だったからね、もうここでこいつの先生食らって死んでたんだけど、もうこのパーティーだったらね、もう余裕で耐えれるわけですよ。もうこのパーティーだったら余裕ですよ。そんなん余裕。さあ、こいつはどう調理するか。ちょっとルーレットの位置結構難しいね、今回。これな。このラフィーネのルーレットの位置によってな、パズル難易度が変わってくんだよね。これはな、ちょっとあんまし無茶はできないけど、ちょっとばかり無茶し、いやーやめとく、まあ、やめとくか、やめとこう。まあ、ここは1万3000倍で妥協。で、ターゲットやっとるね、オッケーね。なんかでもちょっとワンパンライン怪しくない？大丈夫？なんか今ちょっとワンパンライン怪しかったよね。これさ、ボス前の敵結構やばくない？
なんか今怪しかったよね。いや、ちょっとボス前、怖いな。ボス前のやつはな、ちょっと HP 高いから。ちょっとその辺、心配だな。やっぱね、ちょっとオデドラとパイモンがね、ガードブレイク持ってない関係上、ちょっとやっぱり、その辺がなかなか、難しそうではあるよね。さあ、ちょっとここ、まあ、でも、そうか、別にこいつら、まあ、銀にな、そんな、2万9000倍もね、やる必要ないからね。いやー、でもやっぱ、アトリパズル難しいな、普通に。さあ、9回です。多分ルシファーは、レンの固定で抜けるよな。こいつね、多分レンの固定で抜けるから、まあ、あ、てか、オデドラ、これいらないから、あ、でもこれ、あ、打てないのか。打てないか。待てよ。だったら、ちょっと待てよ。いや、ちょっとオデドラ打てんの普通にまずいんだよね。まあ、いっか。じゃあ、まあ、とりあえずこれ使って。いや、そうだよな。ボス前消せない、ね、ワンチャン飛んでくるから。使える状態にしないといけないと思うんですけど。いや、そう、一応さ、ここでね、パイも引いたらね、あの、3体以上の属性吸収無効いるんだけど、このパーティーそんなないから。まあ、その対策用にね、オデドラ、あ、ちょっと待って、なんかずれてる。その対策用に、オデドラにね、吸収無効つけてたんですけど、まあ、今回引かなかったんで、あ、ちょっと待って、あ、大丈夫か、ごめん、なんでもない。そうか、ラフィーネ、オッケー。ごめん、今、一瞬ラフィーネが使えないかと思ってた。OK です。はい。うわ、ちょっと待って、こいつうざいな。ちょっとこいつはいやー、これ暗闇、いや、暗闇なんか解除できねえや。ちょっとこのパーティーに暗闇耐性ないから、ちょっとここは倒そう。もうここオデドラ使って、もうこいつ倒そう。まあ、暗闇は甘んじて受け入れましょうか。まあ、パイモンもね、使えるんで、まあ、ここは焦る必要ないわ。ここは一旦オデドラで突破して、次の回で、まあなんか、暗闇解除すりゃいいんじゃないですか。もうここもさ、無理にさ、最大とかね、狙いに行かずに、もう妥協していいから、多少の妥協が必要な時もある。妥協しすぎた。これはやらかしましたね。でも多分こんなんでもね、倒せますよね。ただ、なんと回復するの忘れたというか、そもか、あ、やべ、あ、回復。あ、ごめんなさい。あ、あ、これ違う。どの道先生、もう、やめて。はい、皆さん、誠に失礼いたしました。今のは完全に僕が悪いですね。今のは自分自身へのね、やっぱ怒りから起きた大パンですのでね、そこはご安心ください。別にこのゲーム生きれてるわけじゃないんでね。ちょっとでも、なんか回復ゼロやってんだったら、ちょっとちゃんと言ってほしかったね。テキストにね、文字起こされても、やっぱさ、ね、見逃しちゃうことあるから、人間だからね。まあだから、ちょっとそれぐらいの配慮はしてもらってもね、よかったんじゃないかなって、ちょっと僕は思うんですけど、まあ、なんか、どうもね、それをパズル運は許してくれなかったということで。まあだったらもうしょうがない。ちゃんと自分のな、過ちを認めないと、そこは。まあ、ここもいいでしょう、もう。で、そう、あのね、ちょっとこの次が心配なのよ、この次。この次ちゃんとワンパンできるのかっていう。あーでも神結びが来たんだったらもう関係ねえわ。こいつはもう普通にね、ツーパンでやればいいから。さあ当然ね、もうお前の先生もさ、もう余裕ですよそんな。これもだからさ、実質 HP、120万ぐらいないと今の先生耐えれないんだけどね、もうこのパーティーだったらもうそんな余裕ですからね、さすがに。何もね、言うことはございません。さあ、ただちょっと盤面が悪いでござるよ、ここは。ね、ちょっと待って。ちょっとここ盤面悪すぎんか、ちょっと。ねえ。やべえ、こんな組みづらい盤面ちょっと用意されちゃうと、さすがに、ちょっと俺も、きつい。なんかちょっとこう無茶しない方が良かったかもしれんけど、いや、ちょっと、ああ、もう今タイミング最悪。なぜそこで、そこが闇になった瞬間に。まあでも、こいつは、そう。こいつはね、2パンで倒せばいいから。やっぱね、ちょっとルーレットがさ、左側にあるとしんどいね、なかなか。
だからやっぱそういう時はさ、右側からやっぱ組むべきかもしれんね。ちょっとそういう配慮ができないとやっぱり、ちょっとこのキャラ使いこなせねえわ。アトリパズルはできない。ちょっとやっぱ相当なね、やっぱりパズル力がね求められてるんで、なかなか難しいわその辺。まあここはね、もうこんなんでもいいと思うんだよね。うん、なんかもうちょいできたような気もするけど、オッケーオッケー。まあ5900倍でも十分だから。で5900倍つったらビッグバンより高いんだぜ、普通に倍率。そんだけ出せるんだったら問題ないでしょ。さあ、そしてこの人は、まあ十字消しが一応この人持ってるんで、まあ水闇で十字組みまくって、まずそれ解除して、で、まあ行こうかな。おーし、じゃあここでアシスト無効が終わるっぽいんで、ここで行きますか。やっぱむずいな、このパーティーな、パズルが。マジで。パズルがクソむずい。パズルクソむずいけど、やっぱそれをね、やっぱりやんないと、いけないんだ。ちょっと待ってよ。あーもうそうじゃないけど、なんか、めっちゃうまい落とし組めたわ、知らねえけど。なんか知らねえけど、めちゃくちゃうまい落とし組めたね、今。すごいな。あんな落としできるやつ、世界で俺だけだろ。なんだったんだ、今のは。まあ、今のはね、さすがに、狙ってやりました、今の落としは。ああいうな、トリッキーなパズルも僕できますからね。今のもう一回やってみたいな。さあ、もうここもいいでしょう。ただちょっとね、ここはさ、やっぱコンボ数がね、なかなかあれかもしれん。これでもね足りてないからね、やっぱりちょっと加算が欲しいわ。ちょっとそこだけだな、こいつの問題点は。だってアトリは加算持ってんじゃん。でもこいつ持ってないからね、やっぱそこで差がついちゃってるよ、こいつらは。まあでもさ、正直な話さ、今回の星7のさ、既存キャラってあんまさ、そこまで強化入ってないじゃん。まあだからね、アトリとレンの距離は、むしろ今回のね、復刻で、多少ね、やっぱ縮まったんじゃないかなって思うんだよね。やっぱレンとね、アトリは、やっぱそれぞれにね、やっぱ良さがありますからね、特有の。さあ、パズルの調子はいい感じよ。まあ、あとはちょっとこいつを突破するタイミングだよな。最終ターンで行くか、最終ターンの一個前で行くか。まあ、俺がちゃんとパズル組めたら一個前で行けそうなね、雰囲気あるんだけど、どうだろう。ちょっときついかな。まあ、きつければね、4色消しじゃないわ。4つ消しか。4つ消しの数を、減らすっていう、ことをすればいいから。さあ、ちょっとここの削り見てみよう。ここの削り次第で次行くか行かないかが決まる。なんかいけそうないけなさそう、なんか微妙なラインだねこれ。いけるかこれ。でもさ、これもし仮にさ発狂ライン行ったとしてもさ、こいつの発狂って割合でしょ。なんかワンチャン耐えれたりしない、このパーティーで。2000% 割合とかじゃなかったっけ。 2000% ってことはさ、このパテットは耐えるんじゃないのか。なんか耐えそうな気すんだけどね俺。発狂ライン仮に入ったとしても無理かな。ちょっとそれ以前に俺のパズルがなんか怪しいぞ。ちょっと待ってよ。そもそも色組めてるこれ。ちょっとその心配をしないといけない。色は組めてるっぽいけど、ちょっと四つ消しの数やばいよね、これ。いやー、5900枚やばいか？うっ！いやー、これ 3% 入ってねえわ。でもさ、なんかさ、2000% 割合ってさ、耐えれんじゃないの？このパーティーだったら。多分。耐えれるよね？だって、激減で16分の1でしょ？で、半減で32分の1じゃん。耐えれるよね？3200% 割合まで耐えれるよね。まあだから今の別に発狂ライン入っても多分大丈夫だったんじゃないかな。ね。わかりませんけど。
いやだからやっぱそういうのも含めてやっぱこのパーティーのね強さがやっぱそこにはあるわけですよ。そこなんですよね。であとやっぱルーレットの位置なるべくね盤面の真ん中ら辺に来てくれるとやっぱ組みやすいね。まあ、やっぱそこは運ゲーにはなっちゃうけど、まあそういうことでしょう。ちょっと待ってよ。オッケーオッケー。そういうことやな。もうだいぶ分かってきましたよ、僕もこのパーティーのことが。よし。まあじゃあね、最後、ボス縛って終わりましょう。ちょっとな、最近ビッグバン、まあ裏百式で使ったけどな。ちょっと新魔王チャレンジじゃ、クリアできんかったわ、俺。動画外でね、結構やってたんだけどね、できなかった、全然。まあ、多分無理だよ。もう30分って時間制限がそもそもやばいからね。ちょっとね、俺でもやっぱあれだからね、11周年、ビッグバンの新進化来ると俺期待してるから、未知の新星最終フロアビッグバン説俺押してるからね。まあ、ちょっと待ってね、LG、LG 誰が持ってんだっけ？パイモンか。パイモンが確か持ってたはず。ちょっと LG まず組もっか。あ、違ったー。あーごめん。あれ誰だ。あ、レンか。水光でしたわ。すいません、すいません。まあでも別にさ、2ターン2回レン使えるからな。あんま関係ないよね、この辺。まあまあまあ、いいでしょう、別に。さあ、ただちょっとね、そのビッグランのね、ルフレットが結構やばいんだよな、普通に。さあ、というわけで、ここで半分いきそうですかね。さあ、見といてくださいね。半減張ってるんで、こいつの半分のな、この攻撃もしっかりと耐えていく。さあ、ただ、陣がちょうど溜まってないという最悪のタイミングですね。まあ、いいや。まあ、さすがにね、このパーティー、操作時間30、あ、そうか、32秒あるんで、大丈夫です。まあ、だから、もうここ焦らず、ね、本当に、あと残り半分削っていきましょう。え、これ間に合うね。これ間に合わなかったら終わりなんですけどね。さすがに大丈夫でしょう。さすがにな。さすがに大丈夫よね。まあさすがに大丈夫だったんで残り半分削ります。オッケー、じゃあ最後いきますか。でもさ、これなんかさ、火力出しすぎたらさ、逆に怖いっていうのあるよな、マジで。だってこの辺がさ、30億いっちゃったらね、ゴンゴいっちゃうもんだって。逆に難しいよな、その辺。火力出しすぎても良くないっていうな。まあそういうのもありますけど、まあでも、組んだら組んだ分だけな、軽く出るから。やっぱ特にパイもなんかね、ちょっとやっぱり、1万倍ぐらいじゃね、カンストしないからさ、副属性とかは。だからやっぱまあ、さすがにね、ちゃんと、やっぱいっぱい4消しは、組んだ方がいいとは思うんですけどね。なんか、あらん。なんかやばいパズル。でさ、なんでここ最近の俺こんなついてないんだろう。誰か教えてくんない？なんか最近の俺ついてなくないねえ。なんでだろうね。ちょっとなんかよくわかんないんだけどさ、なんか最近やたらなんか、なんでだろう。なんか、イップスになっちゃったこれ、もしかして。
まあまあ、今のはなかったことにしよう。という感じでね、まあやっぱりもう、アトリにまた、ちょっと一歩近づいたっていう感じですよね、今回の強化で。やっぱ耐久力のね、向上はかなりでかいと思うんだよね、普通に。まああとはさ、今回リーダーで使ったけど、別に無理にリーダーで使う必要なくて、やっぱりね、今回この全体エンハー加わったんで、かなりそんだけでもね、優秀だと思うんでね。これはね、ワンチャン、まあ多色のサブで使う可能性なきにしもうじゃない、普通に。いや、そのレベルで強いと思うわ。うん。まあ星6の中でやっぱ結構強いんじゃないですか、この人はね。まあぜひ皆さん使ってみてください。終わります。さよなら。